今日はね、情報商材とかネットワークビジネスとか、なんかその辺の話しようかなと思ってるんで、まあ一緒にみんなで考えていきましょう。っていうのも、俺、AskFM っていうサイトをやってるんだけど、質疑応答サイトなんですよ。簡単に言うと、僕に質問を投げて僕がその質問を答えるっていうアプリがあって、まあ Twitter みたいな感じだと思ってほしいよね。で、そこで、なんか情報商材の無料セミナーに行ってきたんだけど、どうですかみたいに言われて、どうですかっていうか、まあ、相談を受けたんだけど、思いっきり、ちょっと関わりのある人がやってる情報商材だったんですよ。ちょっと質問読み上げますね。来た質問。詳しくは AskFM を読んでください。リスナーさんから来た質問。ヒルズ族の情報商材について、書道家の人で成功ノウハウを教えますの、無料説明会に行きました。NBGC 現 FMC で2年連続1位だったそうです。YouTube にもあり嘘ではないようです。〇〇のノウハウ250万円相当。今回は感謝の気持ちを込めて50万円だそうですね。で、1、情報商材を売るのが商売なんですよね。質問2。NBGC.FMC とは何なんでしょうか ?3、参加するとどんな中身なのか、もう一回3、成功者の彼らに大金を払う見返りがあると思うか ?4、成功者から学ぶことは一理あると思いますが、そういう自己投資は大事ですか ?5、お客に FMC の人がいましたが、新規を入れるために桜の可能性はあるのか知っていたらお願いします。で、まあ、ぶっちゃけ答えから言うと、この書道家の人って、僕の名刺の和道って字を書道で書いてくれた人なんですよ。調べたら思いっきり身内で、で、ビジネスについてなんか、いろいろ言うんだけど、俺の回答っていうのは、自分が成功してお金持ちになったら200万で情報を売りますかっていう言い方をしたんですよ。売らないでしょ。信用なくすし、自分の稼いでるビジネスモデルに集中するんじゃないですかって書いたの。で、俺は別に否定派ではないんですよ。情報商材とか、ネットワークビジネスとかって。全然否定派ではないんだけど、ここが答えね、俺の。情報商材とかを買って成功した人を見たことがないんですよ。僕は。だから買わないと。俺は絶対買わないと。で、情報商材を売って億万長者になった知り合いならたくさんいますよ。これ何を言ってるかっていうと、挨拶しましょうか。ゴルゴはどつ、神竜はどつ。みさきちゃんバーガーありがとう。ビジネスってもう2種類しかなくて、仕掛ける側の人間と仕掛けられる側の人間の2つしかないんですよ。ビジネスって簡単に言うと。で、仕掛けられる側に回った瞬間にもう稼げなくなっちゃうのよ。だから、僕は情報商材とか買ってお金持ちになれると思ってる人がいるんだったら、その考え方がまずダメだと思ってる。ビジネスやる上で。はい、風船プレゼントありがとう。そう思いません?で、情報を仕掛けてる側っていうのは賢いんですよ、やっぱり。頭がいいんですよ。それが俺の答えかな。だから俺、情報商材とか、200万円とか300万円するの無料でもらってたし、それそうじゃん。レポート用紙なんだから。データだったら無料でしょ?で、無料でもらってたし、まあ、結構内容あるのは内容あるかもしんないけど、稼ぎ方とか。ビジネスで何よりも大事なのって、俺は実践することだと思ってるんだよ。本を読んだ気になってもさ、本を読んでも成功なんてするわけないじゃん。クフいらっしゃい、ワドツ。なんかね、それがね、ちょっと、なんか、思ったことかな。なんでこう200万円とか払っちゃうんだろうな、っていう。200万円あるんだったら200万円元でビジネスできるからね。もったいないよね。そんなことを思った今日この頃です。はい、マドツ、プーチンさんいらっしゃい。たくみさんおはよう、マドツ。こんな感じかな。別にね、情報商材買うのが悪いことだとは一切思ってないのよ。一度興味があってメアド登録したらしつこくお誘いメールが来るようになりました。あれってどういう仕組みかっていうと、情報商材ってあれ1件1000円ぐらいでやり取りされてんの。だから、一回無料で登録すると別の人に1000円とかで売られちゃうのよ。だからいろんなところから来るようになるの。だから結局無料って美味しい話なんかないのよ。要はそういうのに登録する人って200万とか300万の商材を買う可能性がある人じゃん。
で、リストとかを50万円で買うと500人のそういう見込み客を手に入れることができるでしょ。50万円で500人分でしょ。で、500人のうち200万円払えばいいから、金持ちってみんな情報商材売ってる人たちって1000円で買うのよ。そうだから、買ったりしてないけど、そういうことを言ってるわけじゃなくて、買う見込みがある人なんだよ、登録しちゃう人って、うん、元シムってなんだろう、エリーさんかな、なんとかさんいらっしゃい、うん、そうリスト化されて売買されるから、そうっていうか、むしろね、俺の友達とかもうむしろそこの畑でバリバリ稼いでたやつらだから、振り込み詐欺なんかに引っかかった人もリスト化されますもんね。全然それどころか、おばあちゃんが住んでるかどうか、女の人が出るか男の人が出るかとか、全部リスト化されるよ、うん、それで、あのっていうか、オレオレ詐欺っていうのはリストで全部やってるから、かけるの。エンビーって読むんだ。エンビーさんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでってね。うん。でもね、俺はね、結局ね、金払ったら金持ちになれるんだっていう浅はかな考えにつけ込まれてるだけだと思ってるよ、正直言うと。で、そういう人って減らないんだよ。売れ続けるから情報商材って出し続けるわけだから、騙されちゃう人がいっぱいいるんだよね、悲しいことに。今でも詐欺集団とかいるの？何言ってんの？あの、詐欺って、あれだよ、オレオレ詐欺に付随する詐欺ってあるじゃん、杉脇さん。あれって今、あれだよ、減ってないんだよ。被害額ってどん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 急上昇してんだよ。未だに。経験もせずにノウハウだけで金を手に入れる姿勢が違和感がある。そう、俺が言ってんの、そこ。成功して情報を売るのは構わないけど、資本主義だから。俺は全然そこに否定はしてないんだけど、それを買って金儲けしようっていう考え方がちょっと浅はかだなって思うんだよね。うん。だからもうその仕掛けられてる時点で、その人を超えることはないわけな。一時期めっちゃ投資用のマンション買いませんかって電話来たのもそれか。お、クフ、それを俺に言うのはまずいよ。なんでかっていうとね、クフがある程度金持ちなのかバレるよ。うん。クフがある程度資産を持ってるのが僕にバレましたね。そう。あのね、っていうのも、リスト化されてる情報って、結構その、調べてるんですよ。で、オレオレ詐欺がかけたりとか、投資信託とかかけたり、いろんなことするじゃん。で、そのたんびに女の人が出たとか、どこに住んでるとか、全部書いたことを情報を詰め込むの。で、次のリスト。な、次のリストっていうのはもっと情報量が多いわけよ。っていう風に、どんどん情報付随されて売られていくから、情報の価値が上がっていくのね。引っかかるやついます全然。7つの大罪で嫉妬って意味。ほう。7つの大罪ってなんだっけ。ベンチャーの営業してた時によく利用させてもらいました。まあベンチャーとかでも出回ってるしね。光通信とかはもうリストありきのビジネス商売だから。って友達が言ってた。そっか。友達お金持ちだね。うん。そう。富裕層にしか声がかからないものってあるんだよ。そう。俺の知り合いとかはもうあれですよ、三菱地所とかから毎日のように営業来てますよ。土地開発しませんかって、うん、で資料見せてもらったけど、こんなの詐欺だよっつってこんなの詐欺だからやめとけって、頭いいの三菱地所っつって。リストって高いんですか？リストの質によりますね、うん、100万200万とかで取引しますよ大体。そう、例えばさ、1億2000万人全員に電話かけるなんてアホじゃん。それだったら年収1000万の人にアプローチかけたいじゃん。年収1000万の商材を売るんだったら。はい、ワドツー。キリスト教の言葉か。バタフライテールさんはワドツーでーす。楽しんでってください。あとね、高い金を払うことによってその情報が本物なんだって思い込んじゃう心理学とかがあるんですよ。全く同じ情報でも、お金を払って200万払った情報と無料で手に入れた情報、どっちに人間は大事にするかっていうと、やっぱ自己肯定をした生き物だから、200万払ったんだからこの人はすごいに違いないって思い込んじゃうの。自己洗脳をかけちゃうんですよ。だからどんどん神格化しちゃうんだよね。サブリース儲からんよね。サブリースの話すらなかったね、安いものは数十万円ぐらい。そうだね、安い、そのまっさらなリストとかだとそれくらいかもしれないね。
まあ水商売なんか、だって携帯電話の中にさ、バンバン情報詰め込んでるじゃん。金融や顧客リスト宝物だからな。そりゃそうだよ。でもなんかリスナーさんで、俺はさ、散々さ、結構そういう話はさ、できる方だと思ってるのよ。で、無料で話してるわけじゃん。だからさ、儲かるネタなんかいくらでも教えてあげるのにさ、なんだろうな。結局だから、まあ、騙される人っていうのは変わらないんだろうなって思っちゃったな、ちょっとね。しょうがないよね。はい、ワドツ、ブースカいらっしゃい。変わらない人は変わらないっすね、本当に。まあでも本人が納得できるんならいいと思うよ。250万円で俺はすごい情報を手に入れたんだって満足できるなら。情報商材に騙されない商材まで出回ってるんじゃないかな。もうそれを買うのはバカ中のバカだよね。あるよ、実際。どこどこに騙されてませんかっていう情報商材あるよ。もうだから、結局情報商材に騙された人がリストだから。やつら頭いいんだよ。やつら頭いいのね。情報を仕掛ける側とかビジネス仕掛ける側ってバカじゃないから、騙されるやつは騙されるっていうのをよく分かってんのよ。で、一回さ、情報商材買ったっていうのはさ、普通の人から見たらバカじゃないのって思うわけじゃん。200万円とかで騙されてバカじゃんって思うわけよ。でも世の中にはやっぱバカがいっぱいいて、さらに一回騙されたのにまた買っちゃうバカっていっぱいいるんだよ。 バカだから。だからもうそういう人には何言っても無駄だと思ってるね。詐欺で儲けてそれで捕まったとして、金を隠して出所してから金出せば勝ち組かな。っていうか何言ってんの、クーフ。オレオレ詐欺ってそういうビジネスモデルだから。だから逮捕者が減らないんだよ。例えば若い子19歳とかだったら、例えば20億詐欺しても5年ぐらい出てくるのよ。で、5年後にお前3億円やるよって言われたらやっちゃうでしょ。だから減らないんだよ。そういうモデルだから。だから元締めって捕まらないじゃん。千万やるよとか。でもまあ、実際はお金受け取れないんだけどね。だからもう騙され続けるんですよ。お祈りいたします。ビジネスって化かし合いの世界だからね。俺はそれが嫌になって辞めちゃった部分かなりでかいけど。ずーっと化かし合いですよ。不器用だよな、ワード。よくも悪くも。その真意は、そんだけ頭いいんだったら、バカす側に回ればいいのにっていう意味合いだったら、俺は的確に答えられるよ。なんでワード、そういう仕組みを無料で喋っちゃっても、バカは騙され続けるのにっていう意味合いだったら、俺は違う。狙ってやってるから。なんと、なんでこういうことをやるのか。仮に人を殺したら1億円報酬ならやる。俺は金で動かないかな。どんなことでも金で動かないっていうのが俺のポリシーかな。やりたくないことをやらないために配信業っていうのを選んだから。末端お金もらえないでしょ。いや、末端はね、末端の人とかは、オレオレ詐欺やってる奴らとかいたけど、ベルルッティの財布とか、ドルチェ&ガッパーナじゃなくて、なんかすごい高い服とか着てたよ、やっぱ。2、300万やっぱ財布には入ってた。まあ、だから、なんつうの。普通にバイトとかするよりは、10倍、20倍ぐらいは金持ってたね。車とかも乗ってたし。南の帝王はどつ。
末端は使い捨てじゃん。そうだね、末端は使い捨てだね。っていうかほぼ10代の子だね、うん、電話かけたり金受け取ったりっていうのは、うん、だから捕まるの前提で動いてるでしょ。夕方でも明るい。あ、関西の方は日沈むの早いよ。これから沈む感じかな。俺ほら四国行った時びっくりしたもん。西に行けば行くほどね、やっぱ時間が全然違うんだよね。頭いいやつが儲けることができるんだな。そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょう、うん、バカじゃできないでしょ、金儲けは。ただそこにあれじゃないの、なんかこうかっこいい生き方とかっこ悪い生き方があるとは思ってるけど、まあ、金は金だっていうのも一理あるしね。和道って減らってる時ブロ減らめちゃめちゃ減らるよ。俺最近でも彼女できてから減らなくなったけど、めちゃめちゃ減らるね、うん、メンヘラちゃんだから。10代なんや、50代でリストラされたおっさんとか手出しそう。いやいや、手出さない。なんでかっていうと、年取ってれば取ってるほど、やっぱり騙されにくくなるし、リスクを負わなくなるし、めんどくさいんだよ。でもガキどもって素直だから、なんつうの。だから、神風特攻隊が少年兵だった理由も俺全く同じだと思ってて、結局、その、口割らないし、リークしないし、そう。なんつうの。洗脳しやすいんだよ。だから戦争も何でも全部少年兵でしょ。末端の現場に出るやつは金持ってない、うん、逆にそういう人間を使わないよね。そういう人間使うのはリスクあるんでしょ。染まってない人間使いたいんだよ。新しいフォロワーさん、エミさんフォローありがとう。洗脳のしやすさっていうか、まあ、うん、そうだと思うよ。悲しいけどね。あと稼げない子供が多いじゃん。なんで年寄り使う理由がないっていうか、年寄りだと情が入ったりするでしょ。どれくらいのポジションで引こうかな。若いやつは金使いたいやつ多いもん。そう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 、年寄り騙すのに年寄り使わないでしょ。ていうか、あとやっぱりそのずる賢さみたいなのも必要だからね、そういうのって。そう、売れる営業マンはね、7回目に買ってもらうっていう、俺はそれを使ってたね。7回通ったら売れます。通うだけでいい。営業マンの存在っていうのは、売れないものを売るために生まれたから、売れるものは勝手に売れるから営業マン必要ないんだよ。
この前800万であのストライドおばあちゃんいました。おお、すごいね。800万持ってるの。すごいね。800万か。すげえな。800万。日本人ってお金持ち多いよな。豊かだよね。まあ適当に雑談やりましょう。適当に。前田敦子からの嘘のメールで億稼いだ人間もいた。前田敦子っていうか AKB とかになんか自分で CD にサイン書いて転売してるやつならいたけど、めちゃめちゃ儲かってたね。詐欺だよって言ったけどね。パレーニョさんいらっしゃい、初見さん。なんか音おかしいな。音割れてる？おじいさん音割れてる？ちゃうよ。歪ませてんだよ。ギターの音でしょ？もう、青じいはさ、クラシックギターだからさ、わかんないんだよ。違うよ。音を歪みって言ってエレキなんだって。こういう音でしょ？青じいが言ってんの。歪ませてんの？これエレキが。歪ませてんの、青じい。ちょっと青じいが可愛かったな。こういうもんです。済ませすぎ？分かったよ。じゃあ調整するよ。どれくらいにしようかな。これくらい？これくらい？すればいいんだろうな。
ちゃんと上手くなりたいよね。弾き語りできる。オリジナルで曲作りたいんだよね。俺なんか歌詞どうだろうね。曲作りたいよね。でもね、パワーコード極めたいね。パワーコード。小さな恋の歌とかが簡単らしいよ。コード見てみようか。ハスキングビーとかハイスト思い出した。まあメロコアっぽい感じが好きだね、俺も。あれだね、なんかレスポールって下がるね、こうネックがすごい難しい。生きて楽しいですか？楽しいっすね。僕は好きですね、自分の人生。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。配信業っすね、僕は。あー、14歳です。かっこいいですね。そうなんだよね。かっこいいんだよね。風船10個ありがとう。風船10。バーガープレゼントありがとう。難しいな。歪みは強い方が好きだね。確かに歪ますすぎだわ、これは。
花火の歌？花火の歌何がいいかな？どんな？ほっぺと同じぐらいの閲覧数、ほっぺには負けてねえわ、さすがに。ほっぺと同じなわけねえだろ。俺調子いい時で200いくわ。一緒にしないで、あんなのと。ありがとう、花火ありがとう。あ、そう、いいよ、お前俺のところにも来なくていいよ。俺別に閲覧困ってねえから。のんたんいらっしゃい、のんたんいらっしゃい、風船ありがとう。ボール引きずれーな。メロンいらっしゃい。
たた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 たラララ曲の作り方教えてもらいたいよな。情報商材ブルース、ブルースとかできねえかな。まあね、作曲のんたんにこの前テレビ出た時のんたんに作ったよ。のんたんに曲作ったよ。蛇が出る。ラスマンいらっしゃい。ララランララランララランラダンダンダラダンダラダンタンタ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 ンタタ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 ンタンタタタンタタタンタタンタンタタタンタタタンタンタタンタタン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 タタン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 タンタタンタタンタタンこれオリジナル曲、オリジナルソング。残念なことにワドは音痴だということ？俺音痴かな？俺音痴か？俺歌下手？下手かな。この前良かったって言われたよ。そんなに下手じゃないと思うけど。
歌は下手？そうか、残念だな。コードの音と同じ音じゃない方がかっこいいよ。そうなんだけど、釣られちゃうんだよね。俺ボーカルもさ、あのギターもやったことないから分かんないんだよ。と深く愛せるかしら、子供みたいな光で僕を染める、風になんだっけ吹かれた君の、忘れてた。コードベースにビートルズを感じる気がする。いや、ビートルズ全然聞いたことないよ、うん、ビートルズ聞いたことないよ。全然聞いたことない。全然知らん知らん。俺歌うまいぜ。ブラウン管の向こう側、カッコつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよか買ったのに。うめえだろ。情報商材って与沢翼とかですか。まあ与沢翼は情報商材で儲けたやつだからな、うん、ビートルズに影響されてるアーティストの曲をやってたら意識しなくてもビートルズっぽい。ああ、まあまあそれはあるよね。生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう。これ楽しいな。崩しすぎでしょっていう。青空いい曲だよね。清代っぽい。清代もっと違うんじゃないの。運転手さん違うな。どんな感じだろう清代って。運転手さん、そわかんねえな。清代っぽいってそのバスに、わかんねえな。清代っぽさわかんねえな。僕も乗っけてくれないか、行き先ならどこでもいい、こんなはずじゃなかっただろう、歴史が僕を問い詰める、眩しいほど青い空の真下で。中渕やる？いいよ。行くぜ！生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというの、あのだろう。運転手
出産するベースに負けなけてくれないか行き先ならどこでもいい See! 金へずじねけえてだろ歴史が僕を問い詰めるありがとうございます。長渕よくやんだよこれこれ何なんだろうねフォークギターでこうやる意味が分かんないんだよね今ね、まあ暇だな今日も暇だな遊ぼうぜ遊ぼうぜせい長渕っぽくいろんな歌歌おうどうしようかな、長渕が歌わない曲を長渕で歌おうぜみんなでよし行きますいまま私の願い事が近くねこのコード今か今私の願い事が高叶うならば翼が欲しい高いね翼をくださいこの大空に翼をこの大空に翼を広げ飛んでゆたいよよよよよ今私の願い事が叶う翼が欲しい違うよね絶対この背中にににに鳥のように白い翼ささつけてくださいこの大空に翼を広げ飛んで行きたいよ音がたたそうやね音が取れないんだって悲しみのない自由な空さあキーがねめっちゃ高いのこれ女のキーだからこの大空に翼を広げになっちゃうんだよションベン入れると長渕の曲になるションベンで翼はためかせ聞きたい今富とか名誉ならばいらないけど翼
翼が欲しい子供、そうやな、子供の時夢見たこと今も同じ夢に見ているこの大空に翼を広げ飛んで行きたいよ悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい下手というか蓄能症っぽい蓄能症だもんだって俺、私の願い事が叶うならば翼が欲しいこの背中に鳥のようにだんだん分かってきたぞ、キーが。今私の願い事が叶うなら翼が欲しい難しいなこの背中に音程が合ってたら音痴とは思わないだからわざわざ音痴とは思わない音程は合ってるだから俺よく言うんだけどジャイアンを音痴っていうやつは音楽を理解してないやつだよね。ジャイアンはめちゃめちゃ音程取れてんの。俺何回もジャイアンの曲聴いてるんだけど、俺はジャイアンが嫌いっしょ。このフレーズを外したことがないの、ジャイアンは。ただジャイアンはリバーブって言ってこのエコーをかけすぎてるのと、あのマイクのボリュームがおかしいんだよ。声量がおかしすぎるんだよ。ジャイアンは普通にかっこいいよ。ジャイアンの音程狂ったことないよ。ラジカセがおかしいんだよ、あれ。ジャイアンのことを全く理解してないんだよ。ふげーって歌うときもあるよ。それは漫画ででしょ。漫画だと思うよ、それは。ふげーってジャイアンが言ってるとき見たことないな。お、あの擬音では見たことあるけど、ドライバーシート投げたけな待て横殴りの雨ワイパー効かない夜の春リーリーケー I love you が聞こえなくてたけ口元耳に寄せた二人の思い書き消すなんだっけ二人の思い書き消す雨のなんだっけハイウェイ書
OK。みなみの手をありがとう。さて、二人は出会い、14、幼い心を傾けて、あいつに預けた15。15? 合ってるか ?15。50歳じゃないよね。16、初めてのキス。17、初めての朝。少しずつ、ため息覚えた。18。もし、俺が、難しいこのこと。もし俺がヒーローだったな、悲しみを近づけやししないのに、そんな愛、難しいなこれ。どうやって押さえるんだこれ、こうか。あいつのつぶやきにさえうなずけない心が寂しいだ、わかんねえな、だけ。翼の折れたエンジェル。翼をくださいよ、パンクバンドがカバーってありそうだけど、あの流れって何なんだろう。あ、パンクってだからこういう、こういうパワーコードにしたら全部パンクになるの。だからすごい簡単なのね、パンクアレンジって。なんかこうギターをの音をこういう普通のさ、こういう音とかをこういう風にしちゃう。こういう音？これでは簡単なんだよ。みたいな。このフレーズいいな。まあそういうことでしょ、多分俺の予想。昔の曲かっこいいのいっぱいあるよね。探し物は何ですか？あれ？探し物は何ですか？近くね？探し物は何ですか？つけにくいものですか？カバンの中も机の中も出したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか？それより僕と踊りませんか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？シドビシャスがマイウェイやったのが大きいのかな。シドビシャスがマイウェイってなんだろう、わかんない。
休むことも許されず、笑うことは止められて、はいつくばってはいつくばって一体何を探しているのか、探すのをやめた時見つかるのも見つかることもよくある話ね。踊りましょう夢の中へ、言っていたいと思いませんか。うふうふうでね、高えな様子。風船プレゼントありがとうボルゴ。タバコの匂い、わかんねえな。冷たいホームさん。タバコの匂いが私の髪すかる。駅の冷たいホームさ。夢を見るやるせない若者たちの瞳は眠らない。そうでしょう、私たちやることがあってだっけ。でここで歌ってる始発列車はいますか。難しいな。カート撫でてやってくる。寝ぼけた街を抜け。おはようなんて言う気分じゃないの。先が雨いる。ああずっと子供でいたいよ。わかんねえ。難しいね。離れるな、いつまでも離れるな。溶け出すなに数時間の矢の闇みたい。なんだこの特殊なコード。こうか。夜が明けるその前に街を出よう。君とな愛という名も真実。喜びは涙をこぼす。
いらっしゃい。追いかけてても追いかけても逃げてゆく月のように指と指指の間をすり抜ける。え、抜ける。ん、しばくねえか。すり抜ける、すり抜ける。え、しばくねえ音。バラ色の日々よ。合ってる。バラ色、バラ色の日々を君と探しているのさ。たとえ世界海外海外行き場所を これ G の音絶対違うんだけど。見失っても、もう汚して汚してしまったスタンカルを集めて、真冬の星空みたいにみたいに輝かせよう。くだらくくだらくだらねえとつぶやいつぶや。そうだな。つぶやいて冷めた面して歩く。いつの日か輝くだろう。溢れる熱い涙、あ、いつまでも続くのか。吐き捨てて寝転んだ俺もまた輝くだろう。今宵の月の今宵の月のようにように。しばくねえか。なんか D の音おかしいな。あ、ずれてるわ。通りでさっきからおかしいわけだ。原因だったのか。さっきそれ歌ってたわ俺。コン、おい、こんばんは。夕暮れ夕暮れ過ぎて。難しいなこれ。ご飯炊く。ご飯炊いて。正義の味方いらっしゃい。ああ、 MYC が、俺の MIC が取れた。こんばんは。僕の話を聞いてくれ。笑
笑い飛ばしてもいいから、ブルースに取り憑かれたら、チェインギャングは歌い出す、仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない、どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。人を騙したりするのはとってもいけないことです。物を盗んだりするのはとってもいけないことです。それでも僕は騙したり物を盗んだりしてきた。世界が歪んでいるのは僕の仕業かもしれない、ない、な、ない、え、ない。いい歌だよね。過ぎてゆく時間の中でピーターパンにもなれずに、一人ぼっちが怖いから半端に成長してきた。なんだかとても苦しいよ、一人ぼっちで構わない、キリストを殺したものはそんな僕の罪のせいだ。これ絶対違うな、絶対これコード違うせいだな、これ絶対間違ってる。ご飯炊くっていいよね。歌を忘れた、ストーブの中残った石油、つららのように尖って光る、やがて溶けてく劇場の数、音楽室のピアノで麦ジェリーに使える、減っただな。ほれみをさらけ出したその後で、三分的に笑う、渡り廊下で先輩殴る、気に来る腹あただけだ、下校の時にボコボコになる、僕大使者袋叩きだ、鼻血でちゃったし、カチコチみたい、口の中も切れた、
ひどいねこれ。なんだっけ、ほんの小さな出来事にって誰の歌だっけ、財津和夫なんて歌だっけ、愛は傷ついてってなんて歌だっけ、君は部屋を飛び出したって歌なんて歌だっけ、誰か知らん、なんだっけ、チューリップだっけ、なんだっけ、あの歌なんだっけ、サボテンの花、サボテンの花だっけ、合ってる、うん、ほんの小さな出来事に出来事に愛は傷ついて君は部屋を飛び出した飛び出したま、ん？真冬の空の下に編みかけてた手袋と洗いかけの洗濯物、シャボンの泡が揺れていた、ここわかんないんだな、揺れていた君の、お君の香りが揺れてた、絶え間なく絶え間なく降り注ぐ、この雪、この雪のように君を愛せばよかった。窓に降り注ぐ、この雪のように二人の愛は流れた。なんか終わり方間違えてる気がする。This is a Pavesa voice and a spin. This is only a test. てかこれ絶対キーおかしい、チューニングは合ってねえ絶対。
6弦。あってね、語源はあってね、道理でおかしいわけだな。ていうかさ、このギター根本的におかしくねえか。6弦と音合ってなくね。ドラムこの音もおかしいんだよね。え、なんかおかしくね、このギター。開放弦がおかしいんだけど。ギターがおかしいのか、俺の頭がおかしいのか。I was born。 あれ、 We will rock you か。 We will rock you。 ドッドッタン、 ドッドッタン。 Baby you are、 Baby you are boy、 Make a big noise、 Pumping the dust、 Gonna be good bye、メーサンデッチューゴンデューバーフェイスユービックビスディグデイスキッチンはコールオーバーザープレイスシンギーウィ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 ーロックユーシンギーえ、違うな。 We will, we will love you。 かっけえな。ワードクオリティ。
和道クオリティですよ。うん、こんばんは、スーさんいらっしゃい。楽しんでって。楽しんでってください。Tired to be one to one. Tired to be one to one. Bit to be. Fairness of fairness. You stand at the surface. Don't know what you're expecting of me.Under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. Every step that I take is another mistake to you.Afraid to lose control for everything that you want. なんだっけ。 So I will be as fallen apart, lying from of you. Lying from of you. あ、知らない。ん？飛ばしすぎた。もう一回歌おう。Can't you see that you're still an enemy? Holding too tightly, afraid to lose control. Cause everything that you saw I'll be has fallen apart, lying from of your own. Every step that I take is another mistake to you.I can't take. I've become so numb. I can feel you there. Become so tight, so much more away. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. And I know I may end left falling too, but I know you will just like me. You will just like me with such expected to you.Become so numb, feel you there. Become so tight, so much more away. 喉壊れるわこんな。何作んの今日。
のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、何作んの？のんちゃん、何作んの？鶏肉と、余った野菜の、うん、炒め物？うん。ありがとう。おお、うまそう。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんし、うん、したい。ミサイルほどほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。夜の扉を開けてゆこう。支配者たちはいびきをかいてる。何度でも夏の匂いを嗅ごう。危ない橋を渡ってきたんだ。夜の金網をくぐり抜け、今しか見ることができないものや、ハックルベリーに会いに行く。台無しにした昨日は帳消しだ。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、うめえだろ。楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。クソうめえだろ、ふざけんな。クレーム受け付けてねえから、うん、ありがとう。ナインさんって読むのかな。ナインさんいらっしゃい。ブラウン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 管の向こう側、カッコつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒して、触れればよかったのに。神様に賄賂を送り、天国へのパスポートをねだるなんて、本気なのか、誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ。屈している の手を見せてみろよ。生まれたところや、生まれたところや、皮膚や目の色で、難しいな。一体一
たいこの僕の何がわかるというのだろう。運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先なら子でもいい。あ、超いい匂いしてきた。やべえ、ニンニクのいい匂いだ。ジェット人参、空飛ぶ人参、昨日見たんだ、夢じゃないのさ。ジェット人参、オレンジの光、すごいスピード、ジェット人参、いつものように街を歩いていたんだ。寝ぼけ眼であくびなんかしながら、空の彼方から流れ星を見た。なんだっけ。いやそれは違う、まだ昼間なのに。その時なんだ、ジェット人参、空飛ぶ人参、頭の上をすごい速さで。ジェット人参、まばゆい光、いいことあるよ、ジェット人参。外を見た、真っ赤に染まる夕日に映ったものは。この時なんだ、窓の外を見た、真っ赤に燃える夕日にたものは。ジェット人参、ジェット人参、空飛ぶ人参、昨日見たんだ、夢じゃないのさ。ジェット人参、オレンジの光、すごいスピード、ジェット人参、ジェット人参、空飛ぶ人参、昨日誰かの聞き間違い。ジェット、これさ、ホームページ一覧で表示したいんだよね。ギター弾きながらクリックするの無理なんだけど。そう思わない？なんだっけ。生きてゆく力がその手にあるうちは、なんだっけ、笑わせてていつもいつもそばにいてほしいよ。なんだっけその歌。二人のようなタラタ。なんだっけ、恋の歌だ。
笑わせてていつもいつも歌ってほしいよ。ん？ささやく冗談でいつもつながりを信じていた。砂漠が遠く見えそうな時もぼんやけた六等星だけど思い込みの恋に落ちた。初めてプライドの柵を越えて風のような歌届けたいよ。野生の残り火背の残り火抱いて素足で走れば柔らかい日々が波の音に染まる。冷めないで。腹減ったな。エルシェイメシェイ Will you change your plan?Give me my doubt, where should you not die? Would you count says all, that's the way we want? The first one should be find out. Forever. 難しいな。腹減った、ペコペコだ。ご飯炊けるまで待っててね。もうちょい？まだ30分ぐらい。30分ぐらいある。30分。なかなか炊けないからね。30分先か。春色の
の汽車に。浅井健一さんみたいな歌い、そう？浅井健一が誰かわかんない。乗って白米大好きだよ。海に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うか、か、か、な、なぜ死に、あ、死に、死に合った日から半年、ほぼ特殊だな、過ぎてもあなた手も握らない。 I will follow you。 合ってるかこれ。 I will follow you あなたに付いて行きたい。 I will 難しいなこれ。 follow you ちょっぴり気が弱いけど捨て、難しいな、無理だこれ。白米大好きでしょ。必ず手に入れたいものは誰にも知られたくない。100ある無理だこれも。風船プレゼントありがとう、ヒカルさん、どうも。何歌おうかな。風船ありがとう。I love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ。I love you 逃れたどり着いたこの部屋何もかも許された恋じゃないから二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で間違ってるでしょ。きしむべベッドの上で優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように
焦り、俺は転がり続けて、どんなとこにたどり着いた。シェリー、俺は焦りすぎたのか、むやみに何もかも捨て、かも、何もかも捨てちまったけれど。シェリー、あの頃は夢だった、夢のために生き、わかんねえな。ファッション糖質制限で米食べない人ってちょっと、俺糖質制限ダイエットで3週間で18キロぐらい落としたよ。うん、糖質制限ガチガチにやるから。ダイエットのことは任せて。ライズアップ方式。俺は米大好きだからね。微妙だよね。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと、と寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。な、綺麗になった。去年よりずっと綺麗に。パワーコードで C の音ってなんだろう。こうだから。パワーコード C ってどこだろう。パワーコード C。 チリン、名残雪もとろっと、
can't commute to AC。 なんだ。あれ聞かなくなっちゃった。なんだろう。バグった。寿司のシャリ残しにちょっとってぐらいの意味合い。ああそういうのは良くないよ。出されなんか最初からじゃあシャリ小さめで握ってもらえって話だから。あれなんだろう、おかしいな。ダメだ、つかなくなっちゃった。パワーコード6弦ルート C は3か。レって D だっけ。ドドなんか違くねえか。この楽器ぶっ壊れてるか。パフェプレゼントありがとう、ワダツー。ありがとう。パフェプレゼントありがとう。どうもでーす。どうもでーす。パフェたくさんありがとう。よいしょ。よいしょ。もうすぐご飯だよ。パフェたくさんありがとう。パフェありがとう。サボちゃんいらっしゃい。よいしょ、ワード2。いらっしゃい、パフェたくさんありがとう。ありがとうございます。いらっしゃいまーし。どうも。
ドラム叩きたいな。じゃーん、弾いてみれば。でも女の子で弾きやすいよ。手小さい人でも弾けるように。スモールネックだから。立ってもな。立って、こういう感じ。ここに頭を引っ掛けて。そうそうそう。で、そうそうそう。それで、いいよいいよ。じゃーんって弾いてる。そうそうそう。ハチオケリー、和田ツー、今仕事終わりかい？バーガープレゼントありがとう。ハチバーガーありがとう。人差し指でここ押さえて、で、こっちの指でここ押さえて。この指でここ押さえるの。人差し指でここを、で、同時にここ。これで。違う、こっち、そうで、上の2つだけ引くの、これがここの指板の銀のところを押すよ、上を押すように、その辺で、下そこで、これをそこ開かないだろうかな、そう、弾いてごらん、そうちゃんと押さえられてんのかな、グニャンってなったらダメ、それ音が変わっちゃうから、そうこんな感じ、聞いてみる音、はい、ヘッドホンつけてもらう、音聞こえるはずだから、それで聞こえる音、左手が押さえられてないでしょ、ドア3、ここはね、薬指で引かないダメ、薬指で押さえないと、人差し指じゃない、いやそれ中指、人差し指じゃあ薬指、そう2番は真ん中の指、人差し指、中指、薬指、小指、ドアだからそう下に行けばいいんだ、自分で探してごらん、この音と一緒のはずなんだよ、押してごらん、音とオクターブ違いの、違う3番、そうここの音と3番が一緒のはず、オクターブ違いの、ドア3番、ドア3フレット、3フレットの1弦、あ6弦と、この音が
一緒のはず。できた。できてないでしょ。じゃあヘッドホンから。うん、上手。どんだけポジティブなの。上手。いや。今日も上手。上手上手。よいしょ。上手。パフェありがとう。腹減ったな。腹超減った。まだ何も食ってねえわ。腹減ったな。おにやかが空いたよ。おにやかが。和道さん質問です。与沢さんの FX 商材についてどう思われますか。あのね、だから情報商材についてはずっと語ってきたんだけど、情報商材を売ってる人って情報商材がビジネスになってるから、例えば俺よく言うんだけど、作家っているじゃん、本を売ってる人。作家が野球について語ってたっす。なんて言えばいいのかな。だから情報商材っていうの、ビジネスって仕掛ける人と仕掛けられる人がいるじゃん。仕掛ける人と仕掛けられる人がいるので、仕掛けられる側は儲からないんですよ、絶対に。でも情報商材って俺が儲けたノウハウを売るってことじゃん。で、本当に儲かってるんだったら本人が集中するはずなんだよ、そのビジネスに。だけどそれが儲からなくなったから、じゃあ売ろうかって考えるのね。本当に儲かるんだったら儲かるし、だからお金を払う、情報商材で払って儲かるっていう仕組みって俺変だと思ってるの。変だと思ってるの。だから情報商材を買う人は成功できないし、情報商材買って成功した人なんか見たことないの。で、情報商材売る側は成功してると思ってるから、だから情報商材とかネットワークビジネスを否定してるんじゃなくて、それを買ったら金持ちになれると思ってるやつはバカだと思ってるね。だから弱者ビジネスなんだよ。だから俺はあんま好きじゃない。俺はだから情報商材買わないしやらない。ただ売ってるやつは頭いいなとは思うけど、そういう見解ですね。だから FX でも何でもいいんだけど、なんだろう、情報商材買うよりも本人と友達になった方がいいんじゃないかなとか思って。情弱ビジネスでしょ。例えば俺がよく言ってるのはパチンコ攻略法とか3万円で売ってるじゃん、あの雑誌の裏とか。もう雑誌買うのも俺バカだと思うんだけど、パチンコ雑誌を。で、その裏に書いてある3万円でこのサイトの この機種の攻略法とか書いてあるけど、それを買うやつもっとバカなんだよ。で、パチンコやる人もバカじゃん、わかる。でもパチンコ、俺ね、パチンコで食ってってるっていうやつ全員バカだと思ってるんだけど、頭いいのはパチンコのメーカーとパチンコ屋さんだと思ってるのよ。で、パチンコ儲かるって言っていいのって、そのパチンコ雑誌出してるやつ、パチンコライターでカモにしてるやつ、要は仕掛けてるやつなんだよ。この構造がね、普通の人は分かんないんだよ。だからなんか俺パチプロだからとか言ってるやつは全員バカだと思ってて、お前よりもパチンコ屋の店長の方が儲かるし、パチンコの企業なんかすごい儲かるじゃん。でしょ、そういう感じ。八百屋さんが野菜を売らずにノウハウ売るように軽んじてる。いや別にね、売ってもいいと思ってんだけど、本当に儲かるんだったらなんでお前野菜売らないのって話になってくるから。それが儲からないから儲かるビジネスに転向してきてるわけじゃん。だから軽んじる必要はなくて、仕掛けられてるやつが哀れだなって思うんだよね。多少儲かるかもしんないけど、なんだろう、本当に儲かるんだったら自分でやってるはずなんだよ。例えば情報商材200万円で売られてたら、本当に200万以上儲かるんだったらさ、人雇ってさ、誰かに売るよりも200万円本当に瞬間的に儲かるんだったら、ね、20万で人雇ってやらせた方がいいわけじゃん。でもそれをやらないってことは理由があるんだよ。で、AskFM っていうところに質問が来たの。質問サイトがあって、で、俺それに答えたんだけど、思いっきり笑ったのが、
あの、その書道家の情報商材売ってるって言ってるけど、その人知り合いの知り合いで、俺の名刺の和道っていう文字を書いた人なの。だから、俺のリスナーは、その書道家にのやつを200万円で買おうとしてたけど、俺はその人間接的に友達で、すごい書道家いるから和道っていう文字書いてあげるよって言って、いつでも通貨のつながりなのよ。だから、仕掛けられる側になんかリスナーが回ってるって言った時、ちょっとショックだったね。別に紹介してって言ったらさ、それこそ友達自体にさ、金かからずにさ、もっと美味しいビジネスとか紹介できるのに、なんか舐められてるなと思って。うん。そう。その名刺あるかな？なんかね、その、なんか200万円払っちゃうと、その情報はすごいことなんだって勘違いしちゃうから、囲い始めるんだよ。だからね、この情報系のビジネスでね、立ちが悪いと思ってて、自分は騙されるはずないと思ってるから、人間って、200万円払った瞬間に、この人はすごい人に出会ったって勘違いしちゃう仕組みなんだよ。そう。だから、信者ほど儲かってないのにその人たち持ち上げるでしょ。だから、新興宗教と全く同じだよね。うん、すごくわかりやすいです。大金払うところでした。和道さん、ありがとうございます。うん、じゃあ、その分俺に花火して。200万円分の花火待ってるよ。うん。いや、そういうことでしょ。でも俺、与沢翼のうん百万する商材とか、中身見たことあるけど、彼はね、意外とね、勉強してますよ。ただ、その200万、300万で、その、レポートを買うような奴らがその中身を理解できると思ってなくて。そう。結局理解できなかったら意味ないじゃん。だから学校制度ってうまくできてて、要はうちの授業についてこれない生徒はいらないよってちゃんと受験やるんだけど、その情報系の学校とかの立ち悪いところって金払ったら誰でも入れるじゃん。でも金払ったら理解できるとは俺思ってないの。本当に頭いいやつって別に金払わなくても、あの、勝手に生み出すと思ってるから。だから逆に言ったらさ、情報、普通さ、社長とかってさ、情報タダでやり取りしてて交換してるのが普通なの。社長業って当たり前なの。その中で駆け引きとかがあるのね。どこの情報出すか出さないか。お前がいい情報を持ってくるのは俺も出すよっていうの信頼関係なのよ。で、そこにいきなり割って入って200万払って情報をもらったとしてもその関係って気づけないでしょ。要は金払ってるからお客様なわけよ。で、別に商品が売れた瞬間もういらなくなる存在だから、なんでそういう人間関係の作り方するんだろうと思っちゃうのよ。だったら200万円で、小玉歩でも、川島さんでも、ね、与沢翼でもいいから200万円で飯食い行こうよって言ったら絶対行くよ。それでツイッターに俺与沢と飯食ってるってやった方が絶対ビジネスうまくいくと思うんだけど。うん。うん、でしょ？だからダイレクトメールで200万あげるから食事行きましょうって言った方が絶対効果あるよ。与沢に飯をおごってやったわ、つって。すごいってなるじゃん、周りからしたら。だからね、そこがね、もうね、仕掛ける側と仕掛けられる側の脳みそ違うんだよ。うん。でも俺はそれすらもバカらしくてやらないけど。っていうかね、あの、教育はやっぱ無償で行われるべきだよ。うん。うん、でしょ？金の使い方の方、金を稼ぐより金の使い方の方が難しいんだよ。で、金持ちになる人ってね、金の使い方間違えてんじゃなくて、あの、金の稼ぎ方が上手いんじゃなくて、使い方が上手いんだよ。
だってさ、今のご時世さ、本当にさ、いい情報とかだったら本出すでしょ、出版するでしょ。なんで200万円で売らないといけないのか。本当に200万円儲かるノウハウがあるなら大ベストセラーになるよ。絶対1000円で売った方がいいんだよ。で、なんで200万円で売ってるのかっていうところにちゃんと考えないとダメだよ。考えない人は騙されるから。考えない人ほど騙される。俺は考えないやつ嫌いだから。考えない、考える癖がついてないのにビジネスできるわけないでしょ。でもあれだよ、確かに別につながりを求めて200万払うやつとかもいたから。俺ね、年収8000万稼いでるやつボン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 商材買ってて、ですげーってなってたけど、そいつ何がすごいかっていうと、もうやることがないからっつって暇つぶしに200万買ってたので、売ってるやつよりももうビジネス知ってるわけよ。だからそれが面白かったね。200万で古文作りに行ってた。200万ポンって払って、うーんっつって面白いねっつって、要は普通は勉強になりますってメモ取るんだけど、うーん君頭いいねとか言ってて、じゃあっつって帰るのよ。え、ちょっと待ってください、何なんすかっつったら、いや暇だからっつって、俺金持ってるから暇つぶしで200万来たんだよっつったら、そいつがビジネス教えてくださいって、お前が200万で売ってビジネス教える側じゃねえのかよみたいな。そいつはすげえ頭良かったね。いや別に否定はしてないよ。うん、別に資本主義なんだから200万でも300万でも払って、あの別に好きなもん買えばいいと思ってるから。だからなんかね、楽して儲かるっていうやつ大嫌いだよ俺。楽して金儲けようっていうやついっぱいいるじゃん世の中に。俺全員クソだと思ってて、そんな楽なビジネスねえよっていう。うん、うん、頭いいっていうか、情報商材を始めた人って俺らの先輩なのね。俺らの先輩の代で、で与沢翼って4世代目って言われてんのよ。で第1世代の人とかが先輩に当たって、第2世代のやつは同期なんだよ。で第2世代のやつでもう19歳の時に年収8000万とか地元のやつでいたの。でもうそいつらと日常会話やってビジネスやり取りしてたから、そいつらが言ってんのは、客の前ではそのね、すごいビジネスがあるとか言ってるけど、騙されるやつバカだよねってみんな飲み屋で言ってるよ。うん、そんなのに振り回されてたら頭おかしいよ。うん、そうそう、情報商材の歴史でもうみんな日本からいなくなったよ。第一世代はインターネット黎明期の頃ね、何売っても何売っても売れたっていう。うん、初見さんいらっしゃい。与沢翼4世代目なんだ、知らなかった。パイオニアかと思った。違う、顔出しを始めてやったからあいつは最後だって言われてたよ。で案の定それをね、やっぱ先輩たちと話してて、与沢翼って頭いいよねってみんな言ったの。なんでかっていうと、情報商材が伝ってきたところ、伝ってきた頃に顔出しでやるやつが出始めたのが与沢翼とか児玉歩夢とか川島とかなんだよ。で与沢抜群に頭いいのが、要は自分自身を商材にしたの。すげえ頭いいけど、みんなリスクがあるからやらないっていう。要はもっとボロ儲けできたの、情報商材って。だけどもう信用がなくなってきた頃に、どうやって信用を作るかって言った時、自分の顔出ししてやったんだよ。リスクが高いけどこいつ頭いいよなっていう。で与沢翼が出てきた時にもうこのビジネスモデル崩壊したねっていう話だった。与沢翼はみんな抜群に頭いいっつって。だから与沢翼がフィリピンに行った時に、あのフィリピンでビジネスやってるその第一世代の人に挨拶に行きたいって言って、与沢がそのフィリピンとかマレーシアとか回ってた時あったでしょ。今はもう向こう住んじゃってんだけど、その時に挨拶行く時に仲介役になったのが俺の同級生なんだよ。そう、与沢翼がその海外行きたいっていう時に。あと与沢翼の脱税問題、俺2年前から言い合ってたの。
与沢翼がさ脱税でそろそろやばいよっていうのをニコ生時代に2年前から言ってたんだけど、なんでかっていうと与沢翼の脱税をリークしたのが俺の先輩なのよ。与沢翼にムカついてもう潰そうって言って、だから記者がこうやって与沢翼の記事を書いてる取材を俺目の前で見てんの、2年前に。うん、そう、目のこれ本当だよ。うん、だからバドーの言ってた通りだったわっつって。ドバイに住んでんだ。まあ与沢翼抜群に頭いいかんね。うん、ザ成金だよね。だから普通に儲ける話とかって人脈を大事にした方がいいよ。ビットコイン、ビットコイン流行ったじゃん。ビットコイン200億投資して日本に持ってきた人も知り合いなのよ。だから3年ぐらい前にビットコインはどうもやろうよっつって値段いくらって聞いたら20倍ぐらいふっかけられてんのよ。末端価格だったの。でもそのビットコインってなんつーの、もっともっとそのもう完全に仕掛けられてるから、市場に出回ってる時スレスレのビジネスをやっているということですね。誰が誰が、主語と述語がないと分かんないわ。流行り廃りがあって情報商材はもう完全に廃ってるから。でも若い世代がどんどん生まれちゃうからね。与沢さん、いや別にスレスレっていうわけではないと思うけど、与沢翼も別に合法的にやってるでしょ。ただ買うやつは全員アホだと思ってるよ。別に彼がスレスレのビジネスやってると思ってなくて、完全にあれでしょ、資本主義で。例えばさ、なんか俺がオリジナルのシルバーアクセサリーかなんか作って、それ300万でも売っても別にいいんだよ、買うっていう人がいたら。それが資本主義でしょ。壺をさ、どっかで壺を作ってさ、壺を500万で売ってもいいんだから。ビットコイン今すごいか、古くね。うん、いやなんか リスナーさんが買おうとしてたんだって、200万の商材を。うん、それで相談されてサイトで、でその売り手を見てみたら思いっきり知り合いの知り合いだったから、あ活躍してんなみたいな。まあ儲かってるだろうね。ビットコインも今商材すごい遅いんだよ。だから情報商材ってもう儲からなくなってから3年後ぐらいに売るもんだから、ビットコインがもう廃れてるってことでしょ、完全に。法律変わってうまみなくなったでしょ。桜田花さんこんにちは。知らない誰それ。っていうかね、もう答え言うけど、ビジネスってね、何やってもうまくいくやつは何やってもうまくいくし、ダメなやつは何やってもダメだよ。いろんなやつ見てきたけど、それこそ俺ネットワークビジネスで、3年間で4800人、その、流通作ったけど、4800人からもう会員作ったの、下部組織3年でバーって作ったんだけど、ダメなやつは何やってもダメ。情報商材終わったわけではないのか、儲ける人まだいい。儲けるっつってもたかが知れてると思うよ。1個の商材です、1000万いかないぐらいだと思うよ。だけど昔って3ヶ月以内に1000万余裕で売れて1億いかないとクソ商材って言われてた時代だから、そう。落書きみたいなのでも売れちゃうっていう。だからもうポン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 作りまくってた時代があるんだよ。スクールビジネスの真似、スクールビジネスの真似、なんだろう、よくわかんないな。俺だったら200万だったら俺アチーブメント行った方がいいと思うよ。
俺がおすすめすんのはアチーブメントっていう会社だね。会ったことあるけど、青木さんの商材結構、商材っていうか、自己啓発なんだけど、アチーブメントいいよ。200万でちょうど3年間ぐらいのコンサルタントつくから。あそこはみんなうまくいってるね。アチーブに金払ってる人。あそこはすごい、本当に。アチーブメントっていう日本の自己啓発の会社なんだけど、アチーブいいよ。青木さんのところ。私は何やっても儲からないタイプかもしれません。そっか、アムウェイとかめっちゃ流行った。友達でやってて誘われたけど断ったら疎遠になった。あ、いいんじゃん、別に自分に関係なかったら全然切っていいと思うよ。ネットワークビジネスの儲かり方えげつないかんね、本当に儲かると。ネットワークビジネスの儲かり方はすごい面白いよ、権利収入だから。ただね、儲かるやつと儲かんないやつの差が大きいから、楽して稼ごうと思ったら無理だよね。私はジェネスグローバルやってみましたがダメでした。ああ、わかんないな。ジェネスグローバルっていう会社が。もうだって何年やってない。ネットワークビジネスなんか4年前とかだもん、やってたの。全然やってないよ、俺。もう新しいのがボン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 立ち上がるからわからない。ネットワークビジネス3年ぐらいやったかな。3、4年ぐらいやったけど。だ4年前、8年前か、8年ぐらい前が、モナビーとかが入ってくるか入ってこないかとか。自己啓発、まあ高いね。あれ、金持ち向けにやってるビジネスだからね。自己啓発は。貧乏人相手にしてないもん。年収1000万とかがターゲットだから。はい、ワドツー、シュクルさんいらっしゃい。俺も情報商材出そうかな。インターネットビジネスで月収20万の作り方。10万、なんと10万円です。売れるかな。でもそういうことでしょ？俺は言えるわけじゃん。
ね、月収10万円の作り方とかさ、多分トータル50万、半年で50万、配信で遊んでるだけで半、ね、半年で50万稼いだ男とかでさ、情報商材5万とかで売ろうかな。買うやついたら俺バカだと思うけど。信用なくすでしょ、うん、俺はだからそういうの嫌いなんだよ。ふわっちみたいなサイト作ったら儲かりますか？いやー、ふわっちに勝てないでしょ。ふわっちよりいいサイト作んないとダメでしょ。この話、いや、質問が来たからしてるだけだね。俺は基本的に質問ないときは遊んでるっていうスタイルだから。頭で10分ぐらいやったのと、今質問が来たからやった。何をやっても儲かる人ってどんな人ですか？失敗する人だね。失敗しても続けちゃうバカだと思ってる。それか、もしくは、抜群に頭がいい人のどちらか。うん、この2パターンしか俺見たことない。抜群に頭がいいか、抜群にキレッキレの頭持ってるか、バカで失敗繰り返すやつ。それで諦めないやつね。ふわっちより還元率高くしても無理だと思うよ。うん、無理だと思う。それこそ、YouTube が、ふわっちみたいな投げ銭システム 97% でやってたんだけど、2月で終わるんですよ。だからね、そのサービスを浸透させるかどうかなんだよ。飯行ってらっしゃい。楽に。孫正義は抜群に頭が切れて、両方だね。だから伝説なんでしょ。うん。両方でしょ。アスク見たけど買おうとしたんじゃなくて聞きたかったんだ。いや、買おうとしてるでしょ。無料のセミナー行ってて、どう思いますかっていう時点でもう、購買心理学で言うとかなり下の方にあるんだよ。もう、要は俺が買った方がいいよって言っちゃったら買う段階なんだよ。もうこれって。要はクロージングのタイミングぐらいセットアップが終わってる。そうだから。うん。これは俺、自分が仕掛ける側だったら絶対買う人だと思うよ。電話毎日かけたら、電話毎日かけたりとか、飯食ったら速攻落ちるタイプだね。買おうとしてんの？これ。心理学学んでるから全然わかる。営業マンもずっとやってるし、ネットワークもやってるから。だから例えば俺に質問しないで、小玉歩とかがちょろっと出てきたら買うよ。おう、一緒に頑張ろうよって、肩ポンポンってやるだけで絶対買っちゃう。断言できるね。彼らそれくらいの営業力持ってるから。うん、絶対買うよ。この前 M とか、与沢翼とかが、ちょろっとロビーとかで商談してて、ポンポンつって、おおって、一緒に頑張ろうねって言うだけで、ほら、与沢さん来たよって。うん。うん。まあ、六本木ヒルズからホームレスまで経験してるからな。だからさ、俺がさ、その経験なしに言ってたら俺も、リスナーと一緒で、いや、和道不可視だろうって思うかもしんないけど、俺実際そういう人たちと交流があったし、それよりすごい人たちにビジネスを教えてもらってたから、そんなさ、与沢翼とか数億とかでしょ？俺個人資産200億とかの人とね、可愛がってもらってたから、レベルが違うのよ、ほんと、ビジネスやって。孫さんの先輩とかだよ。うん。だから、なんか、あんまりすごいと思わない。うん、そうそうそう。上場企業3社とか、生きてる間に2社作ったりとか3社作ったりとか、そういう人にビジネスを教わってて。で、講演会のゲスト、そういう人に来てもらってスピーチしてもらってたから、入ってくる情報量が全然違ったんだよ。当時。だから信用高かったのもあるし。だから、うちの層って学生とかばっかりなんだよ。情報商材買うやつって。なんかサラリーマン脱サラしたいですとか言ってる冴えないサラリーマンと、なんか若手起業家で俺も金持ちなりてえっすみたいなヤンキー気質のやつとか主婦とか、そんなのバカ相手にしてたけど違くて、40歳とかの経営者とかが来てたから、うん、お金払ってないよ、ギャラなしだよ、うん、千葉でその学生の起業家とかブワーってもう中小企業とかバーって集めてたから、そこで講演会やってるなんか若いやつがいるっていうことで、そう、うん、行為行為完全な、
今でも色紙その辺にあるよ。見る。今でも多分ね、色紙がその辺にあるはず。まあいいんだけど、もうビジネスやってないし、もうビジネスやんの疲れちゃったから、遊びを仕事にしたいから俺は。向いてない。ビジネスは頭良くないとできない。青天井に稼げるけどね、頭のいいやつは。お金払って教えてもらってのお金のつながりでしかないですよね。ああ、そう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 、そういうこと、そういうこと。そういうこと。なんか、その、そいつ、さっき言った同級生で、19歳の時に9000万稼いだやつがいたんだけど、そいつが、すげえ面白いことを言ってて、なんか、ネットワークビジネスでも何でも、会社でも何でもそうなんだけど、人間の仕組みとして、人間でこうピラミッドだ。人間組織って必ずピラミッドなのね。歴史上ピラミッド以外の組織って形成されたことがないって言われてんの。共産主義ですらガチガチのピラミッドなんだよ。で、末端から入って上に行こうとするやつは絶対に上に行けないの。末端組織から入社して社長になるやつなんか絶対いないんだよ。でしょ？よっぽど組織が小さかったらあれだけど、大企業とかね、でっかいビジネスやろうとしたら。で、ヤクザとかでもそうじゃん。末端の下っ端から入って、親分で組長ぐらいはいるかもしれないけど、山口組とか住吉会のトップになるなんてありえないことなの。だけど、量のいいやつっていうのは、コネクションを作ったりとか、要は途中から入ってくんのよ。会社とかでも引き抜きとか途中から入ってくるから、いきなり部長とかから始まるの。そういう人は役員になったりとか社長になる可能性ってあるんだけど、そうね、量の悪さ。量が悪くて搾取される上にさらに金払うって意味がわかんないじゃん。末端から入るのになんで金払うんだみたいな。うん。バカでしょ。だったら小さくてもいいから自分の組織とか横のつながりとかをバーって作っていって、一緒に仕事やった方が楽しいでしょ。すごいわかるよね。そいつの説明は的確だったし。なんかね、ネットワークビジネスって、俺、なんで肯定してるかっていうと、普通の人はわからないかもしれないけど、資本主義そのものが巨大なネットワークビジネスなのね。だからそのね、理屈をね、からくりをね、説明できるやつじゃないと、ネットワークビジネスは、会員さん増えない。それを自分で理解することと、世の中っていうのがネットワークビジネスと同じ構造でできてるんだよって言った時に、それを相手に理解させて初めてネットワークビジネスいいじゃんってなるの。だからね、そういう説明能力がないんだよね。うん、だって元請けがあってとかさ、OEM があって、OEM ってわかるでしょ？ OEM とか元請けがあって、どんどん代理店システムになってるじゃん。あれは代理店システムって2段階までしかできないんだけど、あれって思いっきりブレイクアウェイの仕組みと全く一緒なのね。ブレイクアウェイっていうのはネットワークの仕組みのやつなんだけど。そう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 。今主流になってるのはバイナリーのハイブリッドなんだけど、バイナリーが一番儲からないって言われてんだよ。でも一番バイナリーが流通してるのはなんでかって言ったら、分かりやすくてバカにも分かるからなんだよ。うん、そうそう、セブンイレブンなんか思いっきりネットワークビジネスじゃん。1000万かかるけどね。1000万かかるけど、あそこは規模がでかいし、なんだろう。そうそう、言いたいことはそういうことなんだよ。セブンイレブンのフランチャイズの加盟店がセブンアンダーホールディングスを超えることないでしょって言ってんの。うん、ご飯食べれる？ご飯食べようか。はい、ワード2、ゆらさんいらっしゃい。ちょっと配信力入れたいからさ、今日さ、食べながら配信してもいい？ありがとう。ナポレオンヒルはどういう位置づけで考えてます？ナポレオンヒルは俺26歳の時に、そこに本社があるんだけど、キコ出版、情報商材300万とかで後ろ売ってるでしょ。あそこで営業本部長やらないかってスカウト来たことがあるの。だからナポレオンヒルは仕掛ける側に回ろうと思ったよね。そこのビルのね、屋上のね、セミナールーム全部貸し切っていいよって言われて、で、社長、そこの社長と対談したのよ。そしたら25歳の時に、あ、君いいからうちに来ないかっつって、営業本部長やらないかって言われたよ。うん、
だからまあ俺ナポレオンヒル読んだの16歳の時だったのよ。ですごい好きな本で、ナポレオンヒルはかなり勉強になったから、うん、売ろうかなって迷ったよね。売り手に回ろうかなと思ったよ。ただね、あの音楽聞くやつだったの。音楽っていうか倍速で音を聞く商材だったから、ちょっとうさんくせえなと思ったよ。俺はやめた。はいはい。おお、うまそう。カシューナッツ炒め。うい。のんちゃんのカシューナッツ炒め。いやでもビジネスの規模っていうのはそれぞれ仕掛け方があるから、うん、別にフランチャイズのオーナーで儲けてる人いっぱいいるから、だけどね、そのどういう仕事を選ぶのかっていうの目利きができないんだと思うよ。うまそうだね。これ全然セブンイレブンで儲けてる人は全然いると思ってるよ。ただ今参入したらアホだよね。今やるやつはバカだよね、セブンイレブン。昔だよ。はい。はい。ありがとう。そのナポレオンヒルの商材を iPod に入れて売ったらダメですかって言ったら怒られた。200万のやつなんだけど、今 iPod みんな持ってるんでデータ化して30万ぐらいで売ったらダメですかって言ったらめっちゃ怒られた。のんちゃんいい嫁じゃなくて俺の嫁だから、うん、いい嫁になるじゃん。今俺の嫁だから現時点ナウだわ。嫁ナウだよ。別に無料でコンサルしてあげるよ。放送で、うん、無料でコンサルしてあげるよ俺が。今日は4時間以上するってこと？いや、わかんない。稼ぎたいだけ。俺今一番、あれだから、配信で億万長者目指してるから。ねえ、ピンボケひどいね、今日ね。ちょっとひどいね。あ、ギター？オッケー。ちょっと待って。よいしょ。はい、ワドツー。ニコッシーさんいらっしゃい。なんででもみんなそんな金欲しいんだろうね。YouTuber のプレゼント企画で住所を教えたら情報商材のリストに。YouTuber のプレゼント企画の意味がわかんないわ。住所を教えたら情報商材に載る。何のことを言ってるかわかんないわ。ごめん、サルサ。今度無料セミナーお願いします。ビジネス儲けの仕組み。いや、だから今やればいいじゃん。その発想がもう仕掛けられてるんだって。俺が会場用意してとか、この枠開いてで、この日来てくださいねって言われてる時点でダメで、今リアルタイムで質疑応答できるわけじゃん。それをなんでやらないみたいな。普通に聞きゃいいじゃん、今。それがなんかもう仕掛けられてるマインドなんだって。サラリーマンマインドなんだって。でしょ？別にいつでも来ていつでも質問バンバンしてアイディア盗んで勝手にやればいいじゃん。あおい、もう聞かなくてもやってくれるんだ、さすが。いただきまーす。あ、マヨネーズとある。いいね。いや、そういうことだよ結局、うん、俺だって起業した時なんか儲かる話ありませんかって500人ぐらいに聞いてたもん、うん、常に聞いてたよ、儲け話ないって。で、500個の案件手に入れて、500個の中から選べばいいじゃん。うん。いや、リーマンでいいんだよ。あのね、リーマンってすごい優遇されてるから、日本社会において。なんか、リーマンがダメだみたいに言ってる起業家って俺、頭おかしいと思ってて、日本社会ってリーマンめちゃめちゃ優遇されてるでしょ。
なんかリーマンがを悪く言うのがよくわかんないんだよね。だいたいね、その働きたくないとかさ、シンガポールに逃げるでしょ、そりゃ税金安いんだから、いただきます。うまい、上手いですね、最近うまいよ。うん、うまっ、やっぱニンニクだわ。俺今生活保護だから信用ないかもしんないけど、あれだからね、あの俺あれだから結構特殊な人間だから、あの多分ね、みんながそこそこの中堅企業の社長よりも全然あの面白い生き方してると思うよ。うん、マヨジュ、あのね、ネット系のビジネス、インターネット系のビジネス、まあアフィリエイトもそうなんだけど、儲かるやつと儲からないやつの差が極端だっていう業界だね。参入障壁が低ければ低いほど、カズくんさんさ、あの参入障壁ってわかるでしょ？ね、参入障壁が低いわけだ、ネットビジネス、アフィリエイトとか。だから簡単に言うと、 Google の SEO でトップ3位のやつらとかバカみたいに儲かるんだけど、他のサイトってアクセス数全く取れないのよ。だから儲かるやつと儲からない、儲かるやつと儲かんないやつの差が極端に激しいビジネスモデル。だから原価がかからないから、あの投資するのはありだと思うよ、時間の投資ね。バカプレゼントありがとう。完全な人脈、完全に人脈。要はそういう情報っていうのは上から下に降ってくるって言われてて、情報元になってるやつって上の層でしょ。要は仕掛ける側にどれくらい近いかなんだよ。うん、金持ちなんかインサイダー取引ばっかりやってるよ、市場を動かしまくってるから。当たり前じゃん。いつも言うんだけど、孫正義が友達でだったらビジネスチャンス抜群に広がるぞ。例えば孫正義の自分が息子だったらって考えてみなよ。それは孫泰造さん見たらわかるぞ。孫泰造さんも上場企業の社長になってるじゃん。うん、弟ゲーム好きなんだ、お前ゲーム会社やれ、終わりだよ。それだけで上場できんだから。鬼だよ鬼。そういうことでしょ。ビル・ゲイツと親友なんだよねっつったら絶対金持ちになれんだ。だってあれだよ、六本木ヒルズの最上階に住んでるやつってニートだよ、紐だよ。ニートで気に入られてて住んでいいよって言われてんだよ。
俺はだから起業家の講演会っていうか勉強会を開いてたの。あ、その話でちょっと飯食い終わってからでもいい？飯食い終わった時に全部話すよ。ごめんね。全部話してあげる。ちょっと飯優先させて。食いながらだと集中できないから。黒猫さんいらっしゃい。席は入れてないですよ。勝手に言ってるだけだよ。ジャムおじさんはどつ？ま、米大好きなんで。だから太んだけど。うん。ヒルズはニート多いんじゃなくて、六本木ヒルズの最上階に住んでるやつっていうのが、働いてない。で、そこに住んでるオーナーが可愛がってて、お前住んでいいよって言われて、鍵を渡されてずっと住んでるっていう。ヒルズのトップってヒルズで一番家賃高いわけじゃん。そこに住んで君臨してるのはニートなんだよ。うまうまい。人間の卵さんいらっしゃい。その200億の人は竹中平蔵さんとマブダチだね。な、竹中平蔵政策の時に人材派遣の会社の上場企業をやってる人なんだけど、平蔵さんとマブダチで、今竹中平蔵パソナの社長やってるでしょ。な、竹中平蔵が人材派遣業界変えてパソナの社長やってると狂ってるよね。超笑うよね。思いっきり仕掛けられまくってるっていう。竹中平蔵があの時個人資産何百億って手にしたんだろうね。それあいつが言ってるけどね。なんだっけ、あの陰謀論者みたいな人、ジャーナリストの、ナポレオンヒルだって7000万部売れてるからね。だしもう死んでるじゃん。これ面白かったよ実際。ナポレオンヒルのノウハウ今でも使ってるし。そうそう、ベンジャミン・フーフォード、竹中平蔵にめちゃめちゃ怒ってる。で、いらっしゃい。ナポレオンヒル300万ぐらいだよ。2、300万だと思う。教材は。200万ぐらいじゃなかったっけな。そこだよ、本社。そこ。うん。ベンジャミンは庶民の味方だからね。
っちゃうめえな。竹野さんは慶応の学費を倍にしろって言ってるよね。子供たちかわいそう。竹中平蔵、金の猛者だからな。これ嫌いじゃないよ。ていうか今の日本って竹中平蔵と小泉のせいでこうなってるからね。はいよ、ありがとう。でもまあビジネスチャンスは増えたよね。1円で会社持てるようになったんだもん。昔1000万ないとできなかったし、有限会社ですら300万だぜ。これだから別に日本悪くなったけど、竹中さんのやろうとしたことは新自由主義、別に合ってると思う。だ、日本人が資本主義苦手すぎたっていう。政策が、システムが良くなったのに誰も活用しないっていう。お疲れですよ。なんだっけ、ウォーレン・バフェットと昼飯食うの1億円かかんだっけ。ウォーレン・バフェットがね、なんかネットで募集したよね。ランチ一緒に食べる券1億円。殺到、問い合わせ殺到、即完売。すごいよね。かっこいいよね。俺、そういうの好きだよ。アホ臭くて好きだよね。ね、ウォーレン・バフェットじゃなかったっけ。大好き。飯大好き。俺やってたよ。3時間で1万円でやってたけど、何回ぐらい利用されたかな。10回以上利用されたよ。3万円で、あ、じゃあ1時間、1万円で3時間か。ニコ生時代やってたけど、10回以上利用されてるね。腹減るよね。どんちゃんうまいこれ。野菜炒めいいね。ほんと味付けうまくなった。勘を取り戻したんだろうね。お金取られるんじゃないよ。ウォーレン・バフェットは会いたくても会えない奴らがいっぱいいるの。じゃあめんどくせえから1億円出せんのかよって。そしたら問い合わせ殺到。いや、ウォーレン・バフェットは儲かるとかそういうくだらないこと言ってないのよ。何かを教えてやるよとか、お前を勝ち組してやるよってじゃないの。俺と飯食いたかったらめんどくせえから1億用意しろよっつったら、バーって問い合わせが来ちゃった。それくらいの価値があるってこと。下手したら友達になれたら勝てるわけじゃん。ウォーレン・バフェットが次何の株買うぞとか言ったら、もう絶対株価ガンガン上下するわけだ。そういうことよ。だから俺は何々を儲けさせてやるとか、何々学校とか、そういうのはうさんくさいけど、俺はそのウォーレン・バフェットのそういう感じが好きなんだよ。ああ、めんどくせえな、つって。もう、俺と会いたかったら1億用意しろよ、バカ野郎っていう。
なんでバフェットの友達になったら1億なんか絶対元で回収できるじゃん。どういうことかっていうと、俺は会う人間決めてるからねっていうことをバフェットが言ってるってことよ。俺と飯を食う参加権は1億も用意できないやつは俺に会う資格がないって言い切ったってことよ。それがすげえかっこいい。で、問い合わせ殺到しちゃうところがまたかっこいいよね。うまい。うん。のんちゃんうまいよ。うん。ごちそうさま。飲み物買ってくれ。何飲みたい？なんでジュースは？ジュース買ってくる。じゃあ帰ってきたらビジネスの話するわ。ちょっと待ってて。ただいま。聞こえる？聞こえる？俺のかわいいかわいいリスナーちゃんたち、俺のかわいいかわいいリスナーちゃんたち聞こえる？
聞いてる？むしろ。で、なんだっけ？なんだっけ？何の話だっけ？タイマン。おい。KP。おい、おかえり。俺も今飯食い終わって、こっから本題に入るところ。なんか質問忘れちゃったんだよね。なんだっけ。いや、まあビジネスの話はそうなんだけど、どんな質問だったっけなと思って。まずね、金持ちになりたかったら、金持ちに好かれること。そう。なんで金持ちに好かれるかって教えてあげようか。俺、リスナーで金もぶっ飛んだ金持ち本当にいっぱいいるし、俺のリスナーさんの中に上場企業の役員とかもいるのよ。笑うだろ。お前らと一緒で、バカ、死ね、ハゲとか書いてる中に上場企業の役員いるんだよ。笑うだろ。これマジだかんね。不可視でも何でもなくて。そうだね。まあメロンいいとこついてると思うよ。本当にそう、本当にそう。無から有を作らないとダメなんだよ。そう。いや、びっくりするよ。ワド飯食い行こうぜって言われて、その辺のハゲって書いてたおっさんが、ね、名刺いきなり出してきたら上場企業なの。でもね、何が重要かっていうと、金持ちのやつとか、金持ちって、成功してるわけじゃん。そういうやつってね、やっぱね、自分が成功するとわかるんだけど、才能のあるやつに投資したいっていう欲があるの。よくさ、金持ちとか成功者は孤独って言うじゃん。要は、普通の考え方してないから孤独なんだよ。普通の考え方してないから、普通の行動をしてないから成功できるわけじゃん。だから孤独なの、常に。だから、新しい才能みたいなものに敏感なんだよ。自分に似てるとかさ。だからね、それはすごい重要な要素だと思うよ。先輩に可愛がられるっていうのは。だから孫正義の10代の頃のエピソードすごい聞かされたけど、やっぱね、頭おかしいもん。藤田伝とか、まあ、俺の先輩のところにも挨拶行ってるし。言われてみれば確かに無から生み出さないと儲からないよね。そう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 。まあ、だからコストが低ければ低いほど儲かるわけだから。だから、可愛がられる才能みたいなものは絶対必要だと思うよ。こんばんは。コーヒーうめえな。耳痛い。可愛がられる才能ない。可愛がられなくても別にいいんだけど、可愛がられた方が有利だとは思ってる。可愛がらなくてもさ、BNF みたいに大儲けするやつもいるわけじゃん。だけど、俺ね、なんで可愛がられたとか仲間が重要かっていうと、これみんな覚えておいて、おいてもらいたいんだけど、でかいことやるにはね、やっぱね、人が必要なんだよ。大きなことやろうとすると。で、個人で稼げる時代になったんだけど、結局ね、孤独には勝てないし、一人でね、例えば300億とか持っても幸せじゃないんだよ、全然。今、ふわっちメインですね、僕、TK さん。孫正義は、超稼げると思ってたみたい。和道も多く稼ぐこと、そこから来てる。ああ、それはもう、だから、若い頃から叩き込まれてて。孫さんってソフトバンクの前の会社なんていう名前だったか忘れちゃったんだけど、名前が変わってるんだよ、ソフトバンクって。で、その前身の会社の、アルバイトが3人雇ったのかな？アルバイト3人、孫さん1人で会社を立ち上げたんだけど、いきなりみかん箱の上に立ったの。朝の会社の一番最初の朝礼ね。会社立ち上げて朝礼の時みかん箱の箱の上に立って何て言ったかっていうと、僕らは豆腐屋さんを目指しますって言ったの。僕らは、ジェイフォンじゃない。ジェイフォンは、ソフトバンクの前の会社、イギリスの会社ね。
そういうことじゃなくて、ソフトバンクの前の会社の名前があるんだけど、だから10代の頃立ち上げたやつね。その時に、みかん箱の上に立って、20代前半か会社立ち上げたのは、みかん箱の上に立って何て言ったかっていうと、僕らは豆腐屋さんになりますって言って、はってなって社員、バイト3人が。で、僕らは1兆、2兆っていう風にお金を、経理を数える会社になるんですって言って、ドン引きして1週間で3人辞めちゃったの。こいつ頭おかしいわ、つって。でも、そのアルバイト3人っていうのは、もし孫さんにずーっとくっついていったら、今頃億万長者だよね。余裕で。そういうことなんだよ、要は。才能を見極められないっていうのは。凡人じゃついてけねえよって。立ち上げたさ、味噌カスのさ、ベンチャー企業でさ、1兆円稼ぐとか言ったら意味わかんねえよってなるじゃん。でも実際今そうなったじゃん。うん。だから孫さん孤独でしょ？で、孫さんの若い頃の話、ほんとリアルなやついっぱい聞いてんだけど、すごかったってよ、やっぱり。学生の時もともとさ、無から有を生み出さないといけないっつって、種銭？アメリカの大学行ってたんだけど、1日5分しかビジネスの時間設けなかったんだよ。それ以外全部学生の本業は勉強だっつって、もうずーっと辞書とか教科書片手に飯食ってたっていうぐらいやってたらしいんだけど、ね、1日5分だけアイディアを出す時間を作ったの。で、1億円作ろうとしたらしいの、種銭を。で、その時のアイディアっていっぱいなんか残ってたらしくて、ビッグマックの箱あるじゃん。あれを広げて、あの材質でトイレに敷くシートを考えたんだって。高級ホテルとかでトイレの便座汚いから、金持ちだったら敷くだろう、つって。で、これ絶対うまくいくって考えたらしいんだよ。その、紙の会社に行って、それを元受けにして、便座シートを設置すると。絶対儲かるって考えたんだけど、世界企業になることとか、世界征服を目指してる俺が、トイレの紙から始まるのクソかっこ悪いって言ってやめたんだよね。うん。それってなんか、伝説が残るの嫌だなって言って、俺伝説の男になるわけだからそれ嫌だっていう感じらしいよ。ファミコンのディスクシステムのゲームを書き換える機会をあちこちに置いてた会社じゃなかったっけ？そうじゃない。一番最初は、まず、孫さんが当たったインベーダーゲームが有名。インベーダーゲームが日本でブワーって流行ったじゃん。卓上になってるインベーダーゲーム。で、あれが日本で廃った時に、アメリカにそれを持ってったんですよ。で、インベーダーゲームのリース会社。要は、そのパブとかに、インベーダーの機械置かせてよって。これ日本のやつでめちゃめちゃ流行ってると。で、タダで置かせてくれればいいと。で、これ100円入れる、1ドル入れる仕組みで、折半にするからって。その代わり電気代出してって言ったら、いいよいいよ置いてけよってやって、ブワーってアメリカに置いてって、それで、お小遣い稼ぎしながら学費を稼いでた。で、もう一個当たったのは、翻訳機で日本のトップメーカーってどこだっけ？そうそう、喫茶店とかにあったやつ。アメリカに置いたのが孫さんなんだよ。うん。なぜ生かさないんですか？ありがちな質問ですいません。なぜ生かさないか。俺生かしてるつもりなんだけどな。イルミさんさ、それってなんで和道を儲けに走らないのっていう質問だと思うけど、それって、深い質問だからちゃんと言わせてもらうんだけど、俺ビジネス、19歳から27まで本気でやってたんですけど、才能ないわ、つって諦めたんですよ。だけど、これが生かされてるか生かされてないかっていうのは、俺生かされてると思ってて、今110人がこの話食いって聞いてくれてんのよ。うん。世の中にはさ、花火ありがとう、花火ありがとう、風船ありがとうございます、お前ら行くぞとか言ってるだけの配信者もいるけど、今110人ぐらいはこの放送面白いって言って見てくれてるわけじゃん。俺全然そういう経験してよかったなと思ってるけど。うん。あ、そうだ、ユニソンワールドだ。ありがとう、ありがとう。そうそうそう。で、カシオだったかな？日本の翻訳機は、カシオだったかどっか忘れちゃったんだけど、実はあれ発明してるの孫さんなんだよ。どういうことかっていうと、学生の時に大学教授とか、要はプログラマーとかいっぱいいるわけじゃん、教授レベル。で、教授に話を持ちかけてって、1億円で、権利売ってくるから、こういうのを作るっつって、自動翻訳機を作ったの。アイデアを出して。で、プログラマーとかを教授にやらせたの。そう。教授にタダで働かせたのよ。で、日本の会社にその試作機を持ってって、確かね、佐々木さんっていう人に売ったはず。日本のね、カシオだかどこか忘れちゃったんだけど、多分ね、翻訳機、翻訳機、最大手とか一番売れたメーカーで調べればわかるはず。で、日本の人が面白いっつって1億円渡して、で、それを種銭にしたっていうのが有名なエピソードだね。うん。
しかもそれ日本に帰ってから1週間の期間で電話かけまくったんだよ。ものすげえビジネスアイデアあるから常務に合わせろとか社長に合わせろっつって60件ぐらい全部断られて、日本の電子メーカーとかで2件だけ拾ってくれたのかな。面白いから、面白い学生がいるっつって挨拶した。だから孫さんのあだ名って昔はね、タフネゴシエーターって呼ばれてて、あの強力な交渉者とかそういう呼び名だよね。タフネゴシエーターって、だから交渉術が一番うまいんだ孫さんは。うん、そう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 。あとヤフーを買収した時のエピソードもすごくて、ヤフーってグーグルより上だったんですよ当時アメリカでは。みんな知らないかもしれないけど、昔の人だったら知ってるでしょ。ヤフーってもともとグーグルより2年ぐらい前に始めてたの。で孫さんは日本のその法人作りたくて、みんなが狙ってたのヤフーのこと。アメリカの会社も買収したがってたし。でヤフーって確か2人で作ってんだよ。二人のね、中国人、中国系アメリカ人とアメリカ人が作ったのかな。で、その時にみんなスーツとか上場企業とかみんなかっちりしていくんだけど、みんな断ったんだけど、孫さん何やったかっつうと、ちょっとお前ら話があるっつって、呼び出して、その時に高級料理店とかで接待するんじゃなくて、君たちのガレージに行きたいって。君たちがヤフーを生み出したガレージに連れてってくれって言って、どんな格好で行ったかっつうと、T シャツとジーパンのラフな格好で行ったの。で、コカ・コーラとピザを食べないかっつって、そのガレージの中でピザ食い始めたの。そう。で、面白いおっちゃんだなって。で、何話し始めたかっていうと、君たちさ、って、君たちが一番考えてることって、自由を勝ち取るために起業したんだよね、つって。うん、そうだよ、孫さん、つって。俺も一緒、つって。そうだよね、って。自由に生きたいし、自由な表現したくてネットやってんだよな、つって。俺もそうだよ、って。だから、俺は君たちのアイディアとか君たちの生き方に興味があるって。で、君たちが金に困ってないことも知ってると。だから、アメリカのヤフーには一切口出しないから、君たちが作ったものを日本に持ち込みたいんだって。だから、君たちに一切口出しないから、君たちの作った仕組みを俺に売ってくれっつって、いいよって言って、日本の法人作ったの。で、その、孫泰蔵さんと弟が、学生だったから、大学生、その30人ぐらい、バーって連れてきて、ネット詳しいオタクたちを。で、それで設計したのがヤフージャパンの。うん、面接じゃないよ。面接じゃないよ。うん。そう。だから彼らの心つかむのを分かってたんだよね。その、要は自由な表現を荒らされたくないっていう。だからその、人の心をつかむのが抜群にうまいんだよ、孫さんって。すごいよね。ビジネスセンスあるよね。うん。だからそういう、その M&A でのし上がった人だから、孫さんって。だってね、今ではさ、その、ボーダフォンのことを忘れてるかもしれないけど、当時世界で最高の買収劇だったんだよ。M&A って。ボーダフォンを日本が買い取るっていうのは、あれ何兆円だったっけ ?2 兆円だっけ、いくらだっけボーダフォン買収って。あれ確か世界初だよ。世界初の、大きな買収が行われたのって日本人で孫さんなんだよ。まあ、孫さんが日本人かどうかっていうのは、またあれかもしれないけど。スティーブ・ジョブズが、スティーブ・ジョブズのエピソードも好きで、コカ・コーラ社の敏腕社長を引き抜いた時のエピソードも最高だよ。なんて言ったか知ってる？俺の知人も超大手の最終面接の日にサッカー日本代表のユニフォーム。あ、最高だね。うん、最高だね。2兆円か。スティーブ・ジョブズがコカ・コーラの社長を引き抜いた時のエピソード最高で、ジョブズがいきなりつかつか入ってって、おい、お前さ、お前超頭いいじゃん。知ってるよ。俺と一緒にビジネスやろうぜ。つって、いやー、俺コカ・コーラ世界一の企業で働いてっかんな。つった時に、お前さ、子供騙して砂糖水売るのと、俺と一緒に世の中変えるのどっちがいい？つったんだよ。かっこよくない？お前さ、砂糖水子供たち騙して売って儲ける会社の社長と、俺と一緒に革命を起こす会社、どっちやりてんだよ、つって。かっけー！ジョブズさんかっけーだよね。それで口説いたんだけど、そいつのせいでジョブズはクビになるの。そいつのせいでね、ジョブズはクビになるんですよ。ジョブズいらねえわ、つって。大好きだよね。
そのさ、コカ・コーラの社長相手にさ、砂糖水、子供騙して砂糖水売ってんのとどっちがいいんだよって、かっこいい口説き文句だよね。あ、映画になってんだ、それ。結構有名なエピソードだね。うん、俺はその本で読んだとき感動したよね。うん。ジョブズやべえって。見てる視点が違うんだろうね、多分ね。お前の仕事こっちだろみたいな。ジョブズもウォニアックいたから、ウォズニアックいたから成功できたよね。仲間が大好き。ほんとそれで、結構ね、これ言われて、もう超いい指摘なんだけど、実はね、タイプの違うね、全く別の人種と組んでる成功例が多いの。孫さんも実はうまくいき始めたのって、銀行の頭取を、自分の片腕に入れたからなんだよ。だから、ジョブズもウォズニアックいたし、本田宗一郎にも松下宗之助にもそういう人がいたの。なんつうの、その、管理がうまいやつとか財務がうまいやつみたいなのがいて、だから日本人のさ起業家ってさ結構突拍子もないタイプが多いじゃん。俺はだから堀江貴文取り巻きが悪かったと思ってるよ。本当に全然スケールだから俺の体験なんじゃないかね。今孫さんの話だから、俺の話のスケールじゃなくて孫さんの話だからでしょ。だいたい俺の話はね、だいたいオナニーどうしたかとかそういうスケールの小さい話ばっかりだからね。だから、なんだろう、なんだろう。だって、アップルの基本設計ってさ、ほとんどウォズニアックじゃん。だから実はね、ジョブズ自身もハッカーだったんだけど、ジョブズがね、一番最初に作ったやつは、電話の10円入れると周波数流れるじゃん。それで公衆電話って電話かけるんだけど、受話器に音をピーって出すと、何、超遠くに、ただで、電話かけられるっていうさ、要はハッキングの装置作ったんだよ。電話代タダにするってやつ。それを10万円とかで売って、学校内で。だから犯罪から始まってんだよね。ないね。俺は、起業家になるつもりはないから。俺は配信でてっぺん取ることしか頭の中にない。俺、だからずーっと言ってるけど、起業家の道は諦めたから。向いてない、俺は。向いてない。だって金稼いでも全然面白くねえんだもん。そうじゃなくて好きなことをてっぺん取りたいの。俺は配信でてっぺん取って配信で一番稼いだ男になりたいの。俺が好きなこと配信じゃん。だから配信で一番稼いだ男になりたいね。配信王になりたいんですよ。世の中変えたいとかそういうのない。やりたくないことはやりたくない。考え方が個性的なほど批判されやすいけど、その分注目されるから頑張れば成功すると思う。そうだね。批判がないことが一番怖いかな、俺は。批判がないっていうのは関心がないことだと思われてる、思ってるから、無関心はすごい怖いよね。関心がないっていうことはさ、どうでもいいってことだから。だったら和道嫌いって言われた方がいいわ。なんか和道誰それって言われたくないよね。あ、和道だって言われたよね。で、その時になんか気持ちいい挨拶できる男になりたい。
なんか年商1億円で給料100万、月収100万の男よりも遊んでるだけで月収100万の方が実は価値が高いって思ってんのね。俺がそれがビジネス辞めた理由、うん、かっこよくない？現代っぽいじゃん。なんか有名になって窓を嫌いって人も出てきたら嫌だよね。いやどうだろう、別にまあ嫌だって言われるのは嫌だけど、ワドを知らないって言われるより全然マシだと思ってて、うん、なんか全国民が俺のこと好きになるなんてありえないと思ってるから。今の学生起業家ってどう思われますか？ワドさん最高だね、じゃんじゃんやれって感じだよね、うん、じゃんじゃんやれって感じ、最高。こんばんはプリンちゃん、楽しんでて、じゃんじゃんやった方がいいよ、じゃんじゃんやれ、うん、仕掛けてけ仕掛けてけって感じだよ、うん、いっぱい失敗しろって、失敗した分成功に近づくから。俺はチャレンジするやつが大好きだから。ダイポン、ダイポンって誰だろう、うん、それそうでしょ、生まれた時から自転車に乗れて6カ国語喋れて、そんなやついないでしょ。みんな転んだ数だけ自転車に乗れる確率が上がってるでしょ。マイケル・ジョーダンが言ったセリフがすごくて、俺のシュートが得点いくら入ったかなんてどうでもいいんだと、俺が注目してほしいのは、俺は世界一シュートを外した男なんだって言ったの。要はそれくらい練習してっから入るんだよって言ったの。そう、俺がシュートを入れた数なんかカウントするんだって、俺がすごいのは世界一シュートを外した男だからって。名言だよね。能力のない人、向いてない人はどうやっても成功できませんか？能力のない人間なんていなくて、俺は天才って呼ばれてる人たちって努力の天才だと思ってるだけなの。で、努力の天才も間違いで、俺は遊んでるだけだと思ってるから、うん、遊びが上手な大人になろうよ。努力は絶対裏切らないね。努力っていうか行動は裏切らないって感じかな。俺努力って言葉があんま好きじゃなくて、努力なんか3年も続かねえよ。うん、だからたまに3年配信やって努力したねって言われるけど、遊んでただけじゃバカ野郎っていう本気で遊んでたんじゃ。パフェプレゼントありがとう。なぜ人は失敗するんだろう。失敗が前提だと思ってるね俺。大前提でしょ。だからさっきも言ったけど、自転車初めから乗れるやつなんかいないでしょ。で、転んで、何回も転んで、何回も転んで、いつの間にか乗れるようになってて。今ではさ、お菓子食いながらとか、iPhone やりながらとか、音楽聴きながらとか、自転車乗れるでしょ、みんな。それと一緒だよ。頭いい人と悪い人の差って何ですか？無駄なことを考える人が頭の悪い人だと思うね。頭使ってるだけじゃなくて、悩んでるだけ。うん、頭のいい人っていうのは、俺ね、人間って IQ 高い低いあると思ってるけど、所詮人間の脳みそだと思ってんのよ。そんなにスペック差はないと思ってて。ただ、どこに特化するかだと思ってんのよ。集中する。自分のやりたいこととかやるべきことに集中する。要は CPU そこにガンガン使うんだよ。だけど、頭の悪い人って、せっかくスペックが良かったりするパソコン持ってても、なんかくだらないブラウザとかで2チャンネル 3個ぐらい立ち上げてて、配信見て、で、ゲームやって、お菓子食いながらとか、何にも生み出すわけねえじゃん。うん。そうそう。せっかくスペック高いんだから、集中しなよっていう。うん。人間とチンパンジーぐらいね、差があるんだったらあれだけど、人間だから、ね、スペック一緒でしょ。うん。だからさっき言われたじゃん、なんでそんな知識あんのにそれを役立てないのって。俺は全然そう思ってなくて、俺は配信で飯食ってきたいっていう自分の明確なゴールがあるから配信やってるじゃん今。だからあなたにはそう映るかもしんないよって。あなたは配信でトップ目指してないからって。俺は配信でトップ目指してるわけだから、配信やってる時間っていうのは無駄な時間じゃないんだよ、うん、でしょ、うん、だから人によって価値観って違うから、うん、うん、天才ってだからスティーブ・ジョブズとか嫌われまくってたしさ、孫さんだって未だに嫌われてるし、松下幸之助って今神格化されてるけど、
あの現役の当時ってリコール王って言われてて、リコールってわかるでしょ、あの不良品のことなんだけど、不良品を量産する社長って呼ばれててバカにされてたんだよ、リコール王。世界で一番リコールが多い会社を作ってる松下幸之助って。だからね、本物とか天才っていうのは100年200年先見てるわけだから、うん、評価なんか気にしなくていいんだよ。世の中の新しい常識を作るのは天才だから。100年先のスタンダードやってるだけでしょ。ゴールの設定必要でしょ、何かを達成したいんだったら、うん、何かを達成したい人はね、別にどうでもいいやと思ってる人はどうでもいいと思うけど、俺には必要だね。配信で食ってくっていう夢が叶った時、虚無感しかなかったもんね。達成感より虚無感と恐怖しかなかったよ。100年先のスタンダード何なんだろうな。まあ多分仕事っていう概念はなくなってると思うかな、俺は。うん。俺100年先人間はもう労働をやってないと思ってて、うわぁ、この頃の日本って働くとか働かないとか言ってたのってなると思うよ。もう全人類が働いてないと思うよ。無駄な時間を消費する人で何も生み出すレベルに転換できるようになるにはまず何からすべき。俺はよく言ってんだけど、インプットとアウトプットのバランスだって言ってて、インプットも必要だけど、まずね、これそのさっき言った上場企業の社長に教わったことなんだけど、何もしないぐらいなら本を読めって言葉聞いたことあるかって言われて、ありますって。みんなあるでしょ、何もしないぐらいだったら本を読んだ方がいいよって。うん、なるほどと。で、本を読むよりいいことっていうのは人に会うことなんだよって。本、みんなが何かで成功して本を書いたらって想像してもらいたいんだけど、自分の本書くときって盛るだろうって。俺も盛るし、俺何個も本書いたけど、結構やっぱ自慢話が盛るんだよって。でしょって。だから本っていうのは10倍ぐらい盛るから、あの10分の1ぐらいが真実で、あとは不可視なんだよって。だから何もしないよりはでも10分の1の情報が手に入るから、あの何もしないやつより本読んでるやつがいいけど、本読んでるやつもダメと。本読むぐらいだったらその人に会いなさいって、うん、もしくは多くの人に会って聞きなさいと。ただまあ君も人と話すとき分かると思うけど、あの倍ぐらい盛るだろって、ふかすだろって。だから人と話を聞くときは話半分に聞けって言うんだよって。で、何もしないより本を読む、本を読むより人と会うと。それよりもいいことって何か分かる人いるかって言われたの。分かる人いる、こん中に。何もしないより本を読め、本を読むより人と会え、人と会うよりも正しいこと、正解があるんだよって言われた。何かわかる人いる？うん。仕事実際なくなってってるからね。うん。なくなってってるじゃん。うん。何かを作ってみる。うん。その人が言ったのは行動だね。うん、君が何かをやりなさいって言われた。君が何かをやるってことは全て真実だから。失敗も経験も真実なの。嘘偽りないの。だから何もしないやつが一番悪いこと。本を読む。人と会う。そして人と会ってるばっかりじゃなくて、君が何かをやってることっていうのは 100% 真実だから。要は何もやってないでしょっていうことを言ってんの、その人は。俺は誰よりも行動したよって。そういう話です。要は口だけの男になるなよってことだよ。うん、だから俺にとっての行動は配信だから。うん、行動が全て、うん。経験に勝るもんない。多くの名言に残ってるじゃん。百聞は一見にしかずとかさ。一見よりも一見にしかず。100件よりも1行動の方がいいでしょ。行動はアウトプットだろうね。うん。行動はアウトプットです。うん。では体験って嘘つかないから。うん。成功体験を繰り返して癖をつけることだね。うん。
でもそのほら上場企業の社長がセミナーやってくれた時の一番最初のオープニングトークはすごい印象的だったよ。じゃあゲストを紹介します、何々さんです、盛大な拍手でお迎えください、バチバチバチ。この中でここにいる人たちは全員起業家って聞いてるんだけど、この中で自分に才能があると思ってる人を手を挙げてください。みんな若いから、若い人多いから、はい、みんな挙げるわけよ。日本を変えようとかイノベーションを起こせるとか、俺には経営の才能があるというものを手を挙げてくれって50人ぐらいいて、みんなバーって挙げるわけよ。野心家だから、はい残念、正解で不正解ですって言われた。もし君たちの中に世の中を変えるような本当の才能がある人間がいるとするなら日本にいませんって言われた。それは50年以上前の話なんですって。だから君たちがここにいる時点で自分を恥じなさいって。もし本当に世の中を変えるやつはシリコンバレーなのかどっか世界にいますって。君たちのようにこんなところでセミナー受けてません、行動してますって言われた。すごいでしょ。もうその通りじゃん。だから井の中の蛙っていう話だよね。まさに。そう。だから俺は世界見に行きたいんだよ。世界行きたいんだよ。未だに。32歳でまだできてないから。やっと夢叶えそうだけどね。初見さんいらっしゃい。カツオさん、ありがとう、コメント。楽しんでって。世界のグローバルスタンダードで戦ってるやつに勝てるわけねえだろうっていうね。本田宗一郎のパクリじゃないよ。初見さんいらっしゃい。武蔵さんいらっしゃい。ものすごい記憶力と感心しました。記憶力は昔からいい方かな。っていうか印象に残ってるだけだと思うよ。確かに世界見てる人って成功してる人いくらでもいるんだもんな。まあ日本ってね、限定的だもんね。一番行きたい国どこだろうな。ネパール、インド、チベットとか、やっぱ仏教国かな。仏教国かな。仏教好きだから。こんばんは、じゅんさん、いらっしゃい。香川さんと会ったことは1回だけしかないけど、香川さん覚えてないと思うよ。あのね、のんちゃんって言って俺の彼女が香川さんのオナペットだったことはあるけど。あの彼女の方が香川さん仲いいね。 LINE 交換してるし、俺は会ったこと1回しかないし、多分あれじゃん、香川さん俺のこと知らないでしょ。トマベチってシリコンバレーの流れの人。トマベチヒデとは全然違うよ。三菱系の大、なんつうの、大金持ちだよね。三菱作った系の人でしょ。超大財閥の人でしょ。日本の仕掛け人レベルの財閥の家系ですよ、トマベチ家は。銀行とかそっちも持ってるでしょ、三菱だから。今ふわっち1位に香川さんと和道さん。あ、そうなんだ。いや俺なんか大したことないよ。金梅さんとかがいないからたまたまなだけで、俺は多分ふわっちで今30番ぐらいじゃないのかな。たまたまだよ、大手がいないだけ。大手来たらね、すぐね2段目ぐらいになっちゃうから。2軍ですよ、2軍。前座前座。
トマベツヒデと頭いいでしょ。拾ってきた。あ、おかえり。ナポレオンヒルの成功テープ聞いても行動にならないのか。インプットしないよりはいいのかな。ナポレオンヒルのテープ俺は必要なかったけどな。まあただで聞いてたからな。いいんじゃない。なんでもいいんだよ。まあ200万払えるんだったら払った方がいいんじゃないの。俺は200万払ってテープ聞いてる間配信したいけどね。配信で200万使いたいけどね。時間がないよ。時間がもったいない。トマベチって新王寮の対談を YouTube で見てうさんくささを感じました。トマベチヒデドめちゃめちゃうさんくさいよ。あの人超面白いよ。うん、超頭いいけど。うさんくささが売りだから。博士の異常な提談とか見ると面白いよ。ハートプレゼントありがとう。風船10個ありがとう。アイテムありがとう。うん、百万するレスポール200本ぐらい持ってったんな。いいよな。超大金持ちだよ。フェラーリとヘリコプター、フェラーリ何十台も持ってヘリコプター所有してんの。イェール大学のフェローだっけ、あの人。のんちゃん配信はしないかな。うん、配信者ではないね。リスナーだね、彼女は。成功者プロフィール、成功者のプロフィールってみんなすごすぎだけど、ブランディングみたい、みんな持ってるの。ああ、それはね、教わったことがあって、あのね、書き方があるんだよ、ブランディングって。例えば、ネットワークビジネスで成功したことを、ネズミ講で1億円売上達成って書くとダサいから、販売代理店成績トップっていう書き方をしたり、水商売でホストやってましたって書かない。個人事業主としていくら売り上げを達成しって、そういう書き方するの。抽象的に濁すのね。みんないいところも悪いところもあるよ。朝晴れに合わせろって脱洗脳するって言って断られたらしい。あ、まあ警察には断られてるね。個人商店で儲けるには商品と戦略どちらが大事だと思いますか？個人商店だったら両方とも必要だと思うけど、結構商材の選び方重要だとも思うし、戦略は必要だと思うね。うん。両方とも大事でしょ。うん。うん。嫁がリスナー？妻が。うん、和道が怪しく頼りあるように見えてきた、うん、思ってること言ってるだけだけど、うん、個人商店はでも俺は一番大事なのは立地とか信用、その土地で何年やってるかだと思ってるから、あんま商品とかじゃないと思うけど、うん、新しいフォロワーさん、つよぽんさんフォローありがとう。信用勝ち取るのがビジネス一番でかいでしょ。
芋焼酎さん、初見さんいらっしゃい。プロの技見せてください。おお、プロの技見せてあげるから堪能していって。コメントありがとうね。風船プレゼントありがとう。スカイファイヤーさん、風船ありがとう。俺普段配信はふわっちだけですね。僕はふわっちだけ。もともとニコ生で3年ぐらいやってたんですけど、すげえふわっちの運営さんとかこのサイトにいる人が好きで、ふわっち盛り上げたいっすね。今ツイキャストにこのまま合わなかったな、うん、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。